1977年のぬかびら駅と、周囲約500メートル範囲。左が、十勝三又方面で、ここから入れを巻くように180度のカーブを切った後、ダム湖の左手を北上していた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成ぬかびら駅は、かつて、 北海道加藤郡上し幌町町技ぬかびらに置かれていた日本国有鉄道四幌線の駅である。電報略号はぬひ。ぬかびらダム建設のため移転した後、四幌線の廃止に伴い、1987年3月23日に廃駅となった。移転前の駅舎は構内の西側に存在し、島式ホーム一面に線と駅舎前に一本。 駅裏に数本の貨物用副本線が付設されていた。駅郊外の十勝三又方面右側には、営林所管轄のストックヤードが隣接し、駅から専用線が伸びていた。一点後の駅舎は、構内の南側にあって、島式ホーム一面に線と駅舎前に、貨物用副本線、駅裏に引き込み線が敷かれていた。アイヌ語のノッカピラより、音フケ川沿岸の崖に、 人の姿に似た岩があったことからの命名。その岩は、ぬかびらダムの固定に沈み、現在見ることはできない。現在は、上市ホロ町鉄道資料館となっている。ぬかびらい北では、路線廃止後の上市ホロタクシーによる、代替バスですら、ぬかびら地区以外はほぼ無人化という沿線の極端な、過疎化によって2003年9月いっぱいで廃止され、同年10月より、 帯広ぬかびら浅日川間の都市間バスであるノースライナー三国号が十勝三又停留場を新設、幌果温泉入り口停留所とぬかびら方面の乗降も可能として代替する。列車運転休止、バス代行輸送化の際、ぬかびら朗果間にぬかびらスキー場入り口バス停を新設したが、時刻表には掲載なし。ありがとうございます。